はい。それでは、テラフォーム構成管理 NG 祭りというタイトルで、イオンスマートテクノロジーの青木が発表いたします。よろしくお願いいたします。まず、プロフィールです。青木翔平と申します。イオンスマートテクノロジー株式会社というところで、インフラエンジニアのポジションとして働いています。イオンスマートテクノロジーですね。社内的には AST と呼ぶんですけど、AST はもうずっと、当初からずっと Azure を使ってまして、で、もう会社できた頃からもう現在までずっともう Azure のみです。で、漏れなく私も、まあ、もう AWS とか GCP とかも全然使ってなくて、もうずっと Azure のみ、もう関わってます。で、今日お話ししたいこと2つありまして、まず、組織に関する NG の話。で、次に、テラフォームのコーディング周りに関する NG のお話をしたいと思います。まず、組織の NG のお話です。ST ですね。2020年の秋頃できた会社なんですけど、もうできた当初から、もう大規模システムの開発が始まりました。で、できたばっかりの頃って、まだちゃんと、社内の組織もちゃんと固まってなくてですね。で、まあ、なんとなくチーム組まれてたんですね。で、一番上に上位の方がいて、その下に、モバイルアプリだったり、バックエンドのアプリだったり開発するアプリチームと、私が所属している、まあ、Azure の設計構築周りを、担う、インフラチーム。あとは、運用周りですね。運用の設計だったりとか、まあ、ローンチ後のシステムの面倒を見る運用チームっていう構成で開発の方を進んでました。で、大体、まあ、新しい会社でできて、初期の開発時って、どんどん新しいその技術を取り込んで、まあ、もう迅速に開発していくみたいな流れに、まあ、大体の会社さんになると思うんですけど、まあ、漏れなくのうちの会社も、まあ、そういった感じで始まって、で、そうなると、まあ、私としては、まあ、パブリッククラウドの構成管理といったらもう、テラフォーム1本だともう、この時点で思っていたので、まあ、Azure の構成管理はテラフォームで進めていきますっていう形で進言して、で、進めようとしてました。で、当然、まあ、アプリチームだったり、まあ、運用チームだったり人たちって、まあ、インフラの経験あまりない人たちは、まあ、テラフォームとかあんまりわからないというか知らない方も多いので、まあ、クラウドの管理で、まあ、大体主に使われてますだったりとか、まあ、インフラをコード管理していくで、そのコードをもとに、Azure の自動デプロイとかをしていくっていう話を、まあ、資料なり使って説明したんですけど、いまいち、まあ、周りの反応は薄かったです。まあ、テラフォームなんだろう、それ、みたいな感じで。で、まあ、ある程度説明はしたんですけど、じゃあやってみたら、ぐらいの、まあ、薄い反応だったんですけど、まあ、ノーは言われなかったので、もう当初から、まあ、Azure 周りのデプロイは全部、テラフォームのコードを書いて、進めていました。で、うちのシステムの規模感的には、こんな感じになっていて、もう大体初期から割と、まあ初期にしては割と大規模な感じのシステムになってます。で、Azure の、まあ一つ一つのリソースを見ていただきたいというよりは、まあこれだけ規模が大きいと、割と同時並行で、周りからインフラチームに環境変更要求が、まあビシバシ出てくるんですね。で、まあ、これ、例えばですけど、まあ、ローンチ後も、つなぐシステム増えていくので、まあ、そのシステムとつなげるための環境変更だったりとか、あとは、まあ、ローンチ後って割とトラブルが多かったので、その暫定の対応のための環境変更だったりとか、あとは、Azure のリソース、まあ、主にストレージアカウントとかが多かったんですけど、追加を、まあ、依頼されたりだったりとか、あとは、なんか、大規模な、イベントの前に、まあ、DB のスペックアップの依頼があったりとか、まあ、いろいろありまして、
で、まあ、同時並行にいろいろあると、その依頼された期限までに、まあ、テラフォームのコード修正が結構間に合わない感じになっていたんですね。で、そうするとどうなるかっていうと、まず正しい流れとしては、まあ、アプリチームなり運用チームなりから環境変更要求があって、で、その変更要求の内容をもとに、まあ、インフラチームでテラフォームに、反映して、で、インフラチーム内でレビューして、問題なければ、実環境に、テラフォームアプライで、反映するっていう流れをしてたんですけど、こちらの、対応がちょっと、まあ、遅れ気味になると、当然アプリチームや、運用チームも、Azure のアカウント持ってるんですけど、その Azure アカウントに、設定変更のロールとかを付与しちゃってたんで、もう勝手に、Azure ポータルとかからポチポチって環境変更しちゃって、で、事後報告で、こういう環境変更をしといたからよろしくねっていう、まあ、話がどんどんインフラチームに入ってきて、で、まあ、そうすると、当然インフラチームは、その変更した内容をテラフォームに反映していくっていう、しなくちゃいけなくて、で、もうどんどんその事後報告の変更が増えていって、で、それをテラフォームに反映するっていう、もうずっといたちごっこがありました。で、そうするともうずっと実際の設定と、テラフォームのコードの内容が、合わない形になっていて、もはやこれ、構成管理できてないっていうことに気づいたんですね。で、まあちょっとまだこの問題って、今もずっと、まあちょこちょこ続いてるんですけど、どうすべきだったかっていう、ちょっと個人的な所感がありまして、まず一つ目が、まあ、今更なんですけど、開発当時から共感する仲間を増やしておけばよかったなと思いました。で、開発当時もテラフォームで行こうぜって言ってたの、私一人だったっていうのもあったんですけど、そういう新しいことをやるときって、まあ、結局、まあ、組織全体で活用されていかないと自己満の域を出ないんですよね。で、一人でまあ、テラフォームを進めていきましょうって啓蒙活動するにも限界があるんですよね。結局一人でも組織全体に広げていくっていうのが必要で。で、やっぱそうすると同じチームに、まあ、私と、まあ、似た考えを持つ人たちがいたら、もう啓蒙活動はもっとスムーズに進んでいったんじゃないかなと思ってます。まあもう共感する仲間がもう集められなかったら、もうその初期開発時とかではもう諦めるっていうのも一つの手かと思います。で、チーム内にどんどん自分と共感する人が増えていったら、まあまたそのやっていきたいことをどんどん推し進めていくっていうのも一つの手かなと思います。で、二つ目が、設定変更ロールを割り当てないっていうところで、まあ、もともと、私たちの方だと、アプリチームとか、運用チームにも、設定変更できるロールを割り振っちゃってたんですけど、もう、そもそもそのロールを割り当てない。要はもう、人が環境変更できる手段っていうのを潰しておいて、で、まあ、Azure のアカウントとか払い出すときは、もう、閲覧者権限だけにしとくっていうのも手かと思います。で、環境変更できるのはもう、テラフォームの CD パイプライン経由だけにしてしまう。まあ、そういう環境を作ってしまい、で、もうアプリチームとか運用チームも、もう強制的に、まあ、自分たちが環境変更するなら、もうテラフォームを覚えなくちゃいけないようにしちゃった方がいいかなと思います。で、まあ、これも、もしかしたら反感があるかなと思っていて、なんでテラフォームなんか覚えなきゃいけないんだよ、みたいな人も出てくるかと思うので、そこはもう、テラフォームを推進したい、自分自身、まあ、自分たちで、定期的な勉強会とか、あと、みんなが取り組みやすいように、ハンズオンマニュアルを整えていくっていうのも、まあ、やり方だと思います。はい、次にコーディングの NG についてのお話です。ここから、まあ、テラフォームのコーディングの NG 周りのチップス集的な感じになって、ちょっと小ネタをどんどん出していこうと思います。
まず一つ目が命名規則の NG ということで、当然、テラフォームとかを、まあ、もうコードなので、当然、コーディング規約を、まあ、整えた上で、実際にメンバーに手を動かしてもらうっていうことになると思うんですけど、で、まあ、割とポイントなのが、リソース名とか変数名って、やっぱ、パッと見、まあ、どういう意味なんだろうって分かった方が、まあ、分かっておくことに越したことはないので、うちだと、ピンクの部分の記載の通りに、まあ、単語間にアンダーバーつけて、まあ、まあ、いわゆるスネークケースといった形で、変数名とかリソース名をつけていくっていう流れで進めてたんですね。で、まあ、この記載あれば、まあ、可読性に優れた命名がされるだろうと、まあ、思ってはいたんですけど、まあ、こんなコードが出てきて、テラフォームのリソース名にエグザンポってついてたコードが出てきたんですね。でもこれアプライ済みだったので、ちょっと後の祭り感があったんですけど、まあ確かに、まあ別にこれスネークケースとかつけてないんで、まあコーディング規約は守ってるんですよね。で、ちょっと、俺はちょっと私のミスだったなっていうのがあったのが、要は名称から、意味が分かるようにしておくことっていうのはコーディング規約には書いてなくて、なのでまあ、ルールで縛れてなかったっていうのがありますね。で、まあ場合によっては、大規模なシステム開発とかだと、オフショアのメンバーにコーディングしてもらうこともあるかと思うんですよ。で、まあオフショアのメンバーってもう本当にコーディング規約に書いてあること以外は、まあ、基本的に守らなくていい。まあ場合によっては、記載されてても守ってくれない人もいるんですけど、っていうこともあるので、もう本当に、まあ、しつこいぐらい、もう本当になんならねじっこいぐらい、規約に、まあ、待ってほしいことは書いておいた方がいいと思います。で、次に、モジュールに関する NG なんですけど、まあ、大体、まあ、テラフォーム慣れてる人は、よく使うリソース群ってもうモジュール化して、で、まあ、どんな新規のシステムの開発でも使い回すようにしていくかなと思うんですけど、まあ、弊社もモジュールを活用して、で、新規システムの構築とか進めてはいたんですけど、モジュールによっては、まあ、なんとリードミーにデスクリプションが、まあ、要は説明事項が記載されてないものとかがあったりしたんですね。初期開発時に私、モジュール全部見てたわけじゃなくて、で、新規システム開発時に初めて気づいたとかもあるんですけど、で、説明がないと何をするモジュールなのかよくわかんなくてですね。で、モジュール自体のコードを読んで、まあ、これどういうふうに使うんだろうっていう解析が始まって、それにそもそも時間を取られるっていうのがありました。で、モジュールを使うのが、そろそろめんどくさくなってきちゃって、もうしまいにはメンテナンスをしなくなって、で、使わなくなっちゃうんですよね。もうなんかモジュールした意味がちょっとなくなってきちゃうっていう感じになっちゃってて。で、要はですね、モジュール作成者がもうずっとその現場にいるわけでもないので、もうモジュール作成者がいるうちに、もうリードミーをちゃんと整えてもらって、で、まあ、再利用しやすい。で、メンテナンスしやすいように、まあ、整理してもらっておくっていうのは必要かと思います。はい。次にバージョンの NG なんですけど、ここで言ってる、弊社としてのバージョンの NG っていうのは、Azure RM のバージョンのことを言っていて、ちょっとお恥ずかしながら、今、Azure RM のバージョン更新がもう止まっちゃってるんですね。で、理由はいろいろあるんですけど、一つが、まあ、そもそもですね、バージョンアップの定期運用のルールをですね、ちゃんと決めてなかったです。で、二つ目が、バージョンアップに伴って、テラフォームのリファクタリングをするメンバーのリソースが確保できてなかったんですね。もう、それをする余裕がもうなかったんですよ。まあ、とはいえなんですけど、このバージョンアップをしないままでいると、いろいろと影響が出てきますと。で、まあ、例えば、テラフォームはアプライしても、アプライはなんか成功したように見えてるんだけど、まあ、実際の、Azure のリソースの環境変更はなんかできてなかったり、まあ、なんか、アプライが無視されてたりとか、あとは、
Azure のリソースに新機能が増えて、パラメータが増えても、テラフォームで管理できなくなっちゃうとかあるので、もう早い話が、もうコーディングしたら終わりじゃないっていうことをしっかり認識して、で、そのコード自体の、テラフォームのコード自体の運用保守の、ルールだったりとか体制をしっかり決めておくべきだと思います。で、これもそれなりにお金、コストがかかってくるので、予算をちょっと考えなきゃいけないかなと思うんですけど、一つが体制確保のための、リファクタリングするための体制の確保ですよね。で、二つ目が、どこまで、テラフォームクラウドビジネスでできるかっていうのはあるんですけど、マネージドしたいところは、もう、なるべくテラフォームクラウドビジネスに任せるために、ライセンスの費用を確保するとかも、場合によっては必要になるかもしれないです。で、まとめなんですけど、結局、いろいろ話してますけど、最悪、仲間がいれば、なんとかなると思います。なんとでもなると思います。リファクタリングとか、コードの悪い部分とかの修正とか、時間はかかるかもしれないけど、一緒に共感して進めていく仲間がいれば、なんとなく、なんとか進んでいくかなと思います。はい。で、逆に仲間がいなければ、ちょっとなんともならないと思うので、まずはもう採用でも何でもいいので、どんどん仲間を増やしていくことが大事かなと思います。はい。私の発表以上となります。ご清聴ありがとうございました。